西武渡辺に文春砲追撃、別の女性からの証言、強引にキス、 LINE を多数入手したそうです。性欲強すぎやろ。おかわり2世じゃなくて山川2世です。やっぱり西武の出振っておかわりしかいねえわ。何人民誰も300円払わない定期。アンチ乙入団時にすでに名字で騒がれてたから、何人民300円払えないから伸びないぞ。高校時代の女性トラブルで転校って何やったんや。山川より怖い顔しとる。何で西武ばっかこういうの出るんだ。西武の4番ファースト W、 終わりだよこの球団。これから西武の活躍しそうな選手がどんどん週刊誌に売られていきそう。逆に何も出ない本家を代わりってマジでまともなんじゃないの。また再放送かよ。思ったら増えてるやんけ。西武がヤバいやつを集めてるのか、西武だからヤバいやつになるのか。デフって性欲強いんか。おかわりさんは成人やな。これはコンプライアンスに厳しい球団。くくく、ひどい言われようだな。まあ事実だからしょうがないけど。そういや西武はなんで西武たって別称をつけられとるんや。何もかもがデーブ大久保そっくり。こらじゃないの。さすがに同じ球団の4番だ続けて女性問題を起こすっておかしいだろ。これも半分お代わりの責任だろ。ご視聴ありがとうございました。